逃げろ、急げ、もうこんな危ないところにいられない。待って、何か武器になるもの持ってこい。ジェノムともぶっ殺すんだ。このままじゃ死ぬのを待つだけだ。町の混乱がこれほどだなんて。みんな大地震がジェノムのせいだって思い込んでる。無理もない、真実は何も知らされてないんだ。だからって乱暴よ、ジェノムを殺すなんて。おい、ジェノムがいたぞ、みんな武器を持ってこい。待って、お願いです、行かないで、ジェノムに乱暴しないで。あんた、イオナサル公女。もう公女なんて関係あるか、邪魔をするな。ジェノムが人間を滅ぼそうとしてるなんて嘘なんです、信じて。俺たちは奴らが近い押し寄せるところを見たんだよ、そしたら大地震だ。そうだ、奴らのせいに決まってる。違う、あれは天文総統のリーベルトがやったことなの。リーベルト？あいつはこの前失脚しただろ、今さら何ができるって言うんだ。それにその話の証拠あんのかよ。見つけたぞ、ジェノムはこっちだ、行くぞ。待って、イオナサル、やめておこう。ここで局所的に対処しても意味がない。それにキャスだってターボーと早く会いたいだろ。別にそんなんじゃないわよ、幼馴染としてちょっと心配なだけ。先行くわよ。ないか、おばさま。キャスティちゃんもみんなよく無事だったね。母ちゃん、今の声、キャス、イオン、ターボー、ターボー、ターボー。おい、いきなり何泣いてんだよ。泣いてない、ボロ泣きじゃん。キャスちゃん、いっぱい危ない目にあって、クラケット博士もいなくなって、ターボーに会って初めて安心できたんだね。よかった。よしよし、泣くなってな。申し訳ありません、通信手段をお借りできますか。ああ、構わないよ。ありがとうございます、イオナサル様。プラズマにシップをよこさせます。あなたを球場にお送りし、我々は本部で作戦会議を。わかりました。ターボ、町はずっとこんななの？ああ、でっけえ地震が来てからずっとさ、ジェノムのせいだって人と天文が原因だって人で真っ二つになって争ってる。君はどう思ってるんだ？俺は分かんねえよ。ものすごい群れが地下へ行くのは俺も見たけど、ジェノムが悪いことするなんて俺には思えないし、他にもいるはずだぜ、騒ぎに巻き込まれないようにじっとしてる人たち。あとはまあ、ひたすら逃げようって人とか。大丈夫だ、大きくない。なかったわね。苦手らしいな。ちょっとびっくりしただけよ。こんな調子で余震があるたびにパニックがでかくなってんだ。町のこと他には？軌道エレベーターが大変なことになってるみてえだ。軌道エレベーターが？ああ、壊れるんじゃねえかって勢いで大勢が押し寄せてるらしい。コロンの方が安全だってんで高いところへ逃げたがってるんだ。外壁をよじ登って地震で振り落とされる人までいるらしい。なんてこと。まさに地獄絵図だな。完全に冷静さを失ってる。大好きなマンジュサラの人たちまでがこんなことに。私どうしたら。
今カノンさんがいてくれたら、カノンさんならどうしただろう。どんなアドバイスをくれたかな、カノンさん。ご安心を。私が呼び寄せたプラズマのシップです。球場へ急ぎましょう。はい。僕は途中で降ろしてくれないか、コロン4シーズンに。わかりました。私はここに残るわ。うん、それがいいと思う。ターボーと一緒にいてあげて。おいおい、なんかそれだと俺が弱っちいみてえじゃんか。もう細かいわね。あんたと一緒にルルとルーレイさんを守るお手伝いするの。おう、よろしくお願いします。イオン、皇帝陛下にこのことしっかり伝えてね、キャスちゃん。わかった。イオンだけが俺たちの希望の光なんだ。ターボ、私頑張るね。イオナサル様、頼むぜ。イオン、イオン。ジェノムはどこだ。一匹残らず殺せ。見つけ次第やっちまえ。ふざけないで。やめて、やめなさい。ジェノムはこの星を救おうとした。なぜジェノムを殺す。うるさい。なんて愚かな。これが知性あるものの、人間のすることなのか。寺院を出た後のことを思い出したよ。でもできれば思い出したくなかった。こんなことあなたに言ったら悪いって分かってるよ。でもジェノムをみんなが襲っているところなんて見たくないって気持ちも本当なの。大寺院で話を聞いたのと実際に目の当たりにするのは全然違った。あんなにひどいことになってたなんて。ジェノムを襲ってたことを認めるわけじゃないけど、あれは仕方ないのかもしれない。止まないバースト、突然の大地震、直線のジェノムたちの移動、それに私とカノンさんが継承の儀を危険しようとしたこともみんなの不安を煽ってた。それでみんな分かりやすい原因に飛びついたのかもしれない。すごくショックを受けてたね。ジルさんはジェノムのみんなを本当に大切にしてたから、今回のことが原因でまた何か危険なことをしたりしなければいいんだけど。とりあえず今回思い出したものをメモしておくね。作ってほしいときはいつでも声をかけて。記憶取り戻してくれてありがとう。また一緒に夢世界へ行こうね。